くる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 みさん今日はくるみさんの動画ですよくるみほんと最近い降いです悪いところもまあ出るは出るんだけど一生懸命それを自分で抑えてますやっぱねもともと威嚇モードに入ってから噛みつくまでの0100加速がフェラーリ並みだったから今でも早いですでも最近はねちゃんとブレーキも効くのも早いです 今までブレーキが効かないフェラーリみたいな感じだったからもう見てて危なっかしかったけどやっぱ速い車に乗るならちゃんとブレーキが効く車に乗らないと怖いもんね <noise> どんこりちゃん保護犬預かりだーですもうクルミを撮影しながら喋るのは諦めましたクルミはもうすぐね 喋ってると逃げる。ということで今日は髪犬保護犬ちゃんとの生活について語ります。何が楽しくてね、くるみと一緒にいるのか。僕はね、結局預かりボランティアを増やしたいんですよ。結局それが殺処分ゼロへの近道にもなるって信じてるから。くるみちゃんはね、ほんと今まででももうダントツにかまれましたね。だけど本当に可愛いなのでね、今日はまあ保護犬の中でも特に髪犬を今預かってる僕がね、髪犬を預かる魅力について語ります。ということでまずは悪いところだ。かまれる。 もうこれはしょうがないよね噛む犬なんだから噛む犬噛み犬まあ噛み犬をテロップではね僕は神の犬と書いて噛み犬っていうテロップにしてるんですけどすることがあるんですけど本当ね噛む犬だから可愛いい噛む犬だから可愛い,いじゃなくて噛む犬だから大変は大変よほんと傷だらけです僕の手ももうさすがに最近噛まなくなってきたから良くなってきましたけどそれでもこの爪見てこれ <laughs> ピント合ってるかなこのね。噛まれた勲章ですだから本当にね噛み犬は大変ですよでお世話は大変もちろんそうだよねだって噛むんだから基本ね噛み犬って嫌なことすると噛むんで <laughs> でもお世話する時ってどうしたって嫌なこともせざるを得ない タイミングって多々あるじゃないですかそういう時にね結構噛まれたりするのでね本当噛まれないようにうまいこと立ち回らなきゃいけないから普通の何にもない問題犬、ね、最近トラ,イトライアルに出たチョコみたいなこう預かるよりは全然大変お世話は大変ですであとはね最初は時間がかかりますもうとにかくね僕は もうょくるみが怒ってくるのに僕が怒り返す時っていうのは僕はね喧嘩って呼んでるんですけど喧嘩は本当に長いね最初の頃は。で特にやっぱ髪犬ってこう落ち着かせるアンガーマネージメントみたいな興奮マネージメントみたいなことがすごい大事だと思っててそうするとやっぱ。 落ち着く落ち着かせるっていう時までにねすっごい時間かかるんですよね髪犬ちゃんってもう降ってもバーン上がるけどなかなか落ち着かないみたいなことが多々あるんでねだからやっぱ最初は時間かかりますあとね特に小型犬の,あのかくるみみたいな髪犬あるあるなんだけど怒ってる時ってこうなりがちなんですよこうなりがちだけど逆に怒ってる時にこうやってやるとなんかあンあンあンアン ってね、諦めるんですよだからまあかまれるし世話も大変だしまあ最初は時間がかかる本当最初の頃はねくるみ預かってすぐの頃なんて本当落ち着くまで1時間30分1時間待ったることとかもありますよまあそういうことはありますただねやっぱいい点としてはねまず譲渡までに時間がかかります下手したら譲渡されません ということは、一緒に長くいられるんですよ。一緒の時間を長く過ごせる。これはすごい魅力ですよ。もう本当ね、保護犬預かりだりとしてはいなくなる、な出ていく、育つっていうのはね、まあう嬉しいこと、喜ばしいことなんだけど、やっぱ寂しいんですよ。うん。だけど、神犬だったらね、なかなか決まらないから時間がかかる。うん、それは本当に大きなメリット。で、あとはね、良くなっていくのが目に見えてわかります。最近で言うとね、本当、猫。 との話なんですけど猫がねまクルミって猫とか犬とかにも結構突っかかってこられるとガンガンいっちゃうタイプだったんですけど猫がねもう,こう突発的にファーンって飛び出してきた時があるんですよ最近。でまあクルミもねもともとはもう0百加速がフェラーリ並みなんで今でもワーンってなっちゃうんですよと,と瞬発的に。なるんだけどクルミに「シュクルミシュって言ったらすぐ落ち着いたんですよ。そう今シューで思い出しましまたけど結構ね クルまあ、特にくるみかもしれないんですけどこう怒,る怒ってくるから「ノー」って言う時あるじゃないですかそういう時に最初「ノー」ってすごい大きい波をボーンってかぶせるんですよ。でその後にくるみがちょっと落ち着いてきたなと思ったら「シューとか言ってだんだん声のトーンを落としていって落ち着いてから目見て「ノー」。 静かに言ってあげると結構効きますね逆にねなんかもうこっちが先に声をトーンを落としてってくるみの興奮を下げていくなんてことも最近やったりしてますだからほんとねよくもう良くなっていくのが本当に目に見えて分かりますそれがもうほんと髪犬とか問題犬預かってる時のねいいところですよねであとはねもうすべてが可愛く見えるんですよもう結局ねいい 普段から性格良くて可愛い子が噛んだらえってなるじゃないですか。もう基本ベースが噛むから。もう 何しててもうねほんとねそこまで来ると犬髪犬たちにとってもなすすべないよねだって吠えても噛んでも無駄なんだからもうなすすべなしだと思いますよくるみも <laughs> だから噛むの諦めたのかもしれないですねもうほんともう吠えてても何してても可愛いって思っちゃいますねそれぐらいねほんと問題犬っていうのは可愛いんですよすべてが。で次に やっぱ保護団体さんの負担がが減るる、うん、やっぱ紙犬とか問題点は、ね、手がかかか問題は手じゃないですかだから保護団体さんって、まあ、いろんな犬がたくさんいるわけでその中に犬がいるとその髪犬がいるとねで紙犬って、まあ、大体多くの紙犬って犬同士とも仲悪かったりするじゃないですかだから本当手がかかるし大変になっちゃうから、まあ、保護団体よりは僕みたいな、ね、一般家庭で、ね、紙犬を、あのー、預かりするっていう方が、ね、いいんじゃないかなと思うんですよ。 やっぱ保護団体さんの負担が減るってことはより多くの犬がね救えるっていうことになりますから殺処分ゼロにも近づきますしね本当いいことだらけですそしてねやっぱ何よりね犬の勉強になるね本当神犬は噛む犬だけど神の犬と書いて神犬だと思ってるので本当にいろんなことをね教えてくれますねいろんなことを教えてくれます犬とはこうだとか本当ね可愛い,いし。 最高ですね。神犬の預かりは。まあ、あとはね、当然ちゃうと、まあ、保護犬全体的に言えることかもしれないけど、仲良くなるっていうか、心を許していく過程はやっぱ楽しいですね。本当最初の頃のくるみの動画とか見てると自分で見返したりとかすると、本当全然こう、人間のことを信頼してない顔してるんですよ。それがね、だんだんこう、信用してくれて、なんか表情が柔和になってきてっていうのがね、本当に可愛いですね、くるみは。 あくるみというか、髪犬は。まあ実際ね、もっとガチの髪犬も、それこそポチパワさんが預かってるようなね、預かってるとか保護してる、されてるような髪犬レベルになってくるとまたちょっと話は変わるのかもしれないですけど、なあ僕がね、預かってきた髪犬たち、まあそんな多くないですよ。噛む芝とか、今いるくるみとか、あとまあちょっとした髪犬ぐらいですけど、やっぱ髪犬はね、可愛い,いです。ということでですね、今日はまあ保護犬の預かりボランティア、 についてね語ろうかなと思ったんですけどちょっとねまた今度別で保護犬の預かりボランティアどうやって始めたらいいのとかっていう相談結構来るんでそれはちょっと動画にしようかなと思います。でまずはねあの保護犬の預かりってどういうことやってんのかっていうことで特に髪犬が来ちゃうこともあると思うしねそういう時にどういうメンタリティーで接してあげればいいのかっていうようなことでねお話をしたいなと思ってお話を動画にしました。まあ、やっぱねもう かむ犬だろうがビビるの子だろうがもうすべてがねかわいく見えてくるんですよ。ほんとんか子犬の頃は可愛かったけど大人になったら可愛くなくなったとかよくはもう全く分かんない。も、うん、もうくるみももう日々 歴代最強可愛さ才川記録をね日々塗り替えてくれてますからね <laughs> ほんとくるみ可愛いいいつかはねなんか抱っこしながらこうやってくるみがここにいたりとかしながらね取れるようになれたらいいんですけどまあそこまで期待はしてない、うん、くるみに対してまあ犬に対して自分に対してもそうだけど過度に期待をしないっていうのはね大事です。なかなかかね名犬 名犬ラッシーとかいろいろいますけどそういう犬にはねなかなかなれないんですよどの子も、まあ、人間だってそうじゃないですか自分はこんなでかい人間になるんだって言いつつ今会社にやってますとかねそういうもんですよだから、まあ、自分にも犬にも人にも過度な期待はしないそれがね、まあ、人生うまくいくコツかななんて思っておりますというわけでですね今日の動画は以上でございます最後に言い忘れてたんですけど 概要欄にね、この前の動画からなんですけど、みなしご救援隊さんの寄付先を入れてます。なんか最近たまりなんですけど、なんか僕に寄付をしたいって言っていただける方いらっしゃるんですけど、まあ、僕に寄付されても、正直困っちゃうんですよね。あの、基本フードもみなしごさんからも,もらってるやつだし、まあなんかペットシーツとかそういうの買ったりとか、まあなんかいろいろね、小物とか買ったりとかそういうのはありますけど、そんな大してお金かかってないんで、預かりボランティアって。だから、 もう寄付するならみなしごさんにね、していただきたいなと思って、概要欄に、あの、昨日、この前の動画から入れてます。なのでね、寄付がしたいという方がいらっしゃいましたら、えー、元悪徳ペットショップ経営者であったですね、えー、みなしご義援隊さんのところにね、寄付していただければなと思います。僕は本当ね、信頼してるし、いい、本当になんか人としてね、大好きな人が、たちがやってる団体ですので、な、寄付するにはね、僕は非常におすすめの団体さんです。 ということで、本日の動画は以上でございます。ちょっと今後、メガネもね、外したいんです。なんかもうね、この辺痛いからね、あと目が疲れるね、メガネはね。だからちょっとメガネも外していきたいなと思いつつ、なんかもう恥ずかしいよね、メガネ普段してないと。あ、普段してるから。なのでちょっと最後だけね、あの、メガネをしないでみました。全然見えない。<laughs> コンタクトまた買おうかな。というわけで、また次の動画でお会いしましょう。失礼します。